しくなりましたよ。召し上がれ。魔法っていうか呪いだろこれ。まあ、コック長を呼べ。はい。コック長もメイドもドラゴンもトールです。あれ、安心したらなんか、ああ、ごめんなさい。待っててください。ドラゴンの唾液には死活効果が。お前それ舐めたいだけだわ。小林小林、早く帰ってきて、ドール様が大変。え、何があったの。ラムチューベラチュー、ラムチューベラチュー、大好き小林さん。ラムチューベラチュー、ラムチューベラチュー、大好き小林さん。ラムベロチュー。何これ。んやるってか。なら容赦はしないぜ。ガチなエルガー。ドッパーエルガー。まったく、この数、小林さんからもらった服が汚れてしまいます。エルガー。言いましたよね、理解できないなら諦めろと。エルガー。二度と歯向かえないように。前にも惚れ薬。途中から気づいてましたよ、小林さんは今あれがついている。え、イルルにやられたんですね。かわいそうな小林さん、トールが治してあげます。でもその前にチャンスを生かすトールです。小林さんが私を見ている。トールをじっと見ている。熱のこもった視線を感じる。あ、そんな、体全体を舐め尽くすように見られたら、トールは、トールは、ため息。ん？トールにじゃないよ、そのメイド服。この服ですか？うん。佐々木部さん、佐々木部さん。はい。あれ、道を塞いで邪魔ですよね。注意しましょう。でも。こら、そこにたむろすると迷惑ですよ。なんだ、文句あるってのか。あ、そうだ。もう一度だけ警告するので、理解できなかったらまあ諦めてください。うせろ。トールもメイドに興味あってやりがい持ってます。だから投げて。イルル、ちゃんと人の話を聞いて正しい業務内容を覚えるんだよ。このメイドのようになってはいけない。小林さん、頼まん。あら、あなたバイトの面接の子。メイド服を着ちゃって随分な気合の入りよ。しかも着る。あなたの熱意に負けたわ。採用よ。じゃあ働いてみるんだ。大丈夫？何を言ってますか。毎日こうしてメイドとして働いているのです。慣れたものですよ。いや、レッツゴー。あ、さあ、こいでこいで。はい。滝だ、みんなギュってして。この程度、女の子同士なら普通だし。耐えるぞ。わけのわからん本能とやらに支配されてたまるか。意味なく抱きつくな。小林、じゃれつかないで。ただいま。ルコアさん来てたんだ。いや、エルマとばったり会ってさ。お、うん、起こしますか。いや、布団取ってきて。才川さんの親御さんに電話しないと。本来なら殺し合う間柄です。小林さんもエルマには気をつけてくださいよ。小林さんの目つきは混沌勢みたいですから。そんなにひどい目つきかな。小林さんにはトールがいるのだろう。まあ、求めてくれるなら私もやぶさかではないが。へい、まだまだまだ。小林さん、トールに加勢しろという話ならできない。プリン、待て。
て、いくらなんでもそれで私を…シュークリーム、コーヒーゼリー、ガトーショコラ、メイプルシロップパンケーキ、甘いもの食べられるだけ全部。じゃあ、先輩ですね。これからよろしくね、先輩。